言葉が持つ力。水戸市立第四中学校2年、小野田良太。他人を馬鹿にしたり、けなしたりする暗い言葉を言われると、言われた人はどう感じるだろう。僕は考えました。答えはすぐに出ました。言われた人は落ち込み、元気をなくしてしまいます。反対に明るい他人を元気づけるような言葉を言われると、気分は晴れやかになり、 よよりり頑張ろううと思えるようになります。このように言葉にはとても大きな力があるように思います僕自身言葉が持つ力の大きさを体感した出来事がありました小学6年生の時校内持久走大会で少しでも高い順位を取るために毎週の休日に走って練習していました走ることは当時も現在も苦手であまり好きではなく 非常に辛い時間でしたそんな中、家族はいつも頑張れ、記録が良くなったとプラスの言葉で応援してくれました。そのおかげで僕は諦めることなく練習を続けることができ、大会本番では自分の中で最も高い順位を取ることができました。このとき言葉の持つ力の大きさを僕は体感しました。そして当時のの自分のように 目標や夢に向かって努力している人にプラスの言葉をかけるという些細なことで応援していきたいと強く感じましたまた言葉の力の大きさを感じた別の経験がありますある日の体育の授業でバレーボールのチーム戦をしていた時のことです僕がボールを上手に返すことができなかった時チームメイトから何やっているんだよと言われてしまいました失敗してしまった自分が悪い と思っていますがやはり気づいてしまいましたまた別のある日友達から君と一緒にいると楽しいと言われたことがあります家族も他の友達ももしかしたら一緒にいると楽しいと思っていてくれたかもしれませんしかしそれをはっきりと言葉で伝えてくれたのはその友達が初めてで僕はとても嬉しく感じましたこの2つの経験から僕は言葉は その人の記憶に深く残るほど大きな力がある、と感じました。これらの体験は数年前の出来事ですが、どちらも僕の記憶に深く残っています。放たれた言葉はそれほど大きな力があるということです。それ以来僕は相手がどのような気分になるのかを慎重に考え、一呼吸置いてから発言するようにしています。 人を傷つけたり不快な思いにさせたりする言葉は世界にあふれています近年はインターネットの発達によってネットを通しての誹謗中傷が大きな問題となっていますマイナスの言葉を放たれ深く傷ついた人はおそらく多くいることでしょうこのような社会の中で今もう一度言葉について考え明るく他人に元気を与えるプラスの言葉をかけるべきだと思います 当たり前のように使っている言葉だからこそ今一度見直すことができれば世界はもっと明るくなり世界平和に近づいていくと思います言葉は人の気持ちを動かしたり人の記憶に深く印象を残すことができたりする大きな力を持っていると考えますそんな大きな力を活用して僕は相手に元気を与えるクラスの言葉をかけるようにし 相手を傷つけてしまうマイナスの言葉を使うことがないよう徹底して生活していきたいと考えます。